ちなみにですね、酒井選手着てる服なんと2万超えです。2万超え絶対王者。行ってしまった。私が攻められてしまうような気がしますね。待って、そういえば軽くリードしてるような気がしますね。汚さないって約束させろ。汚さないか。ルール問題ないだろ。問題ない。おっと急に試合が中止になってしまうんでしょうか。雨も降ってきましたし、ガッチリと組んだ。押し込め。あれですね、今日の試合に関しては一番落ち着きのある試合の始まり方かもしれませんね。そうですね、ちゃんとプロレスが始まった。そうですね、一番最後の試合です。ラストボス、はい、まさにボス高い。おっとここはおっと逆に、あーうまいですね。ワン、ツー、スリー。ビッグ選手、こういうのがうまいですね。うまいですね。やはりインサイドアップと言いますか、この辺でしょうかね。最終かけるまあでも、ビッグ選手を指名したのは酒井なので、酒井選手なので、そうですね。エリックがあれですね。こちらに入ってる情報ですと、はいはい。現状、団体内から全部挑戦してこない。あー、前回しか。そうですね。それに時間高いですか、ビッグ選手を。威嚇ですね。で参りました。意外と降ってますね。鉄砲という雰囲気がちょっと、ね、だいぶ出てましたね。皆さん傘をお持ちでしたら傘を差してください。あー滑る。そりゃ刺すか。刺しますね。エリキワップ行くぞ。伊藤ホーリーオック背番号5番ディフェンダー伊藤マキソ。おー伊藤マキト、おー伊藤マキト、あっ、さあ、今日もちゃんとが出てぶん投げられましたね。あれ、やめればいいよ。ぶん投げられるの、こういうちゃんとやりたいな。あー、でしょうね。あと逆に鼓舞してるかもしれませんね、自分はあれで。おー、すごいですね。おっと、場外。はい、お気をつけください。お気をつけください。場外なんか大変です。ちょっとスリップ怖いですね。大丈夫でしょうか。大丈夫か。すごいです。戻れ。スピーディーでしたね、今のは。今日は今、サイリック持って。はい、お客さんも熱中症とかならないようにね。分かってる。ゴールプレイ。さあ、お客さん、今日は食べてください。持って。さあ、場外乱闘大変険です。戻れ。まあそうですね。その GT 選手、あれですよね。NKW のツイッターから見たんですけど、せっかく時間をかけてリングを作ったのに、リング上にいる時間はみんな少ないっていう。そうですね。みんなリングどころかトラックの上とかに上がりたがるっていう。ちょっとおかしな話ですよね。本当にですね、行ってしまうとですね、含め、朝8時から集まってこんなことやったんですよ。おい、やれ、頑張って、やれ。お、指示してますね。団体の代表としての、そうですね、代表としての指示を出してますね。審判に教えてやるよ。代表に立てついたらいられなくしてやるぞ。おい、いられなくしてやると。こっちだろ。おい、これはちょっとでも分かったらやれ。おい、おっと、ここは LOH の2人がやるつもりでしょうね。お、やらない。クビになりたいのか。聞かない。下が痛くなさそうです。聞かないよ。高橋さん目決まってますね。戻って持って。そうですね。おっと、片手持ってますが、これは反則は大丈夫なんでしょうか。持って。戻ってと。はい。反則勝手にOKになったんでしょうか。はい。着眼は違うところにありましたね。場外は本当にOKっていうのはエキスロルールかもしれませんね。なるほど。だから全部出てくる。最近のプロセス。そうですね。高いよりも入りましたね。あら、ちょっと待ってください。やだですよ。教えてください。もっとね。やっぱり。
ダビエルとかね、キッドミドルとかトコットシュタイナーみたいにはね、かっこいいことはできないけれども、ちょっと危ない。来るぞ。時間5分経過。試合時間5分経過。悪いですけど、遠くにいるってことで一つ。これで勘弁してください。これで勘弁してください。何かをやらされてるんでしょうか。誰に向けてのメッセージ。飛ぶのか。そうね。完全交通事故です。交通事故だ。交通事故だ。今何分？大きい声で言わないでください。今何分？大きい声で言わないから。悲しいやっぱ。出ちゃうんだ。ありがとうございます。はい、大丈夫です。5分です。戻れ戻れ戻れ。さあ、こちらも軽く病んでまいりました。はい、はい、戻れ戻れ。そうですね、はい、ちょっとあの場外でペースを乱されましたね。そうですね、はい、いやキャタスからのダイブがあり、完全に酒井選手チャンピオンの、おっと、バックルを外して、なるほど、レベリーもですね、これは逆らえないんですよ、あの代表なので。でも宇宙人ですよ。お前は治った。誰なんですか、あれは。風ね、風の宇宙人です。飲み会でふざけてるやつでしょ、あんなかもしてるの。あ、坂口選手、何か取り出してますね。なんだなんだなんだ、テーピングじゃないでしょうか。リングにリングを作りつけてますよ。これリング上の十字架。なんだったこのレフェリーは。ふざけている。こんな争いでやってるって。聞こえないのか。もう二度と高いなら倒せないよ。そしてクーガーを倒してないぞ、このレフェリー。苦手で。おい、倒せって言われたことやれよ。舐めてるのか、このレフェリー。あれじゃないですか。買収されてませんか、アルフェリー。それかもう福井見てるか、福井。左利きじゃないことを祈ります。わざわざよ、ね、沖縄組んだりまで行ったのによ。そうですね、沖縄まで行って嫌な思いをした、その怒りをぶつけるとも言ってました、坂井選手は。まさかよ、ホーリーホークが出ますか。パラダイスになった選手にやり返されると思ってなかったら、チェックしろよお前。行くよ、はい、おい、アスキン、アスキン、ちゃんとチェックしろよ。おい、ちょっとあれですね、坂井選手だんだん毎試合毎試合応募になってきましたね。いやそうですね、権力は人の姿を表すというか、溺れてるんでしょうか。そういうことですかね。ちょっと行っちゃうと怒られそう。しかしながらいいですよ。なんでしょうか。キック、あー、顔面から肩にかけてね、キックを返しました。悲鳴が沖縄まで届いたんじゃないでしょうか。さすがにそうでしょうか。おっ、キック、頑張れ。おっと、お客さん、お気をつけください。お客さんに喧嘩打っちゃダメ。代表でしょ、ファンは。終わりにしてやるよ。あ、かなりなんかもうご機嫌斜めですよ。あ、ちょっと待ってください。反則ありな、あの、なしなんですよこれ。はい、レフリーの風子の宇宙人、ちょっと声で止めて。はい、やった、その後ろだよ、その後ろ。なんで今のレフェリーはあれなんでしょうか。外に向かって手を振ったんでしょうか。お前の勝ちだけ、それは出たぞ。さあ、同じおかしいだろ、レフェリー。さあ、さらに振り返して、さあ、足を引っ掛け、さらに坂井の地獄の入り口へ。坂井のあれに、あの反則や、ちょっと横暴な態度にちょっとあれですね、ビッグ翻弄されてますね。ああ、腕をちょっと殺しにかかってますね。いやもう左、かっこいいだろ、これが本当のモテプロだよ、拍手。さあ、客室が煽っていく。はい、一部ファンからは拍手が。首を切った。終わってしまうのか。さあ、おっと、これは、あ、腕意識が、腕意識がいかない、いけない。おぉ、どんどんいけ、さあ、いけ、さあ、いけ、ちょっと、さあ、おら、ちょっとこのペース握りたいですね。おっと、切りた方がいい。これはま
さにさっきの YMD 戦と同じくディック・スレーター選手がちょっと攻めていったら会場が明るくなってきますよ。太陽の子ディック・スレーター。さあ試合時間は10分経過です。太陽の子2ですね。メールボスマッシュ入ります。さあいくか決めるか。どうだ。終わった。2で返していく。一気にペース奪いましたね。そうですね、ここちょっと攻めていきたいですね。ディック選手いや、ペース来てる、ペース来てる。あ、試合時間は10分経過しました、10分です。さあ、10分でも結構な動きがあるので結構体力的に、ね、難しいですよ。おっと、ここはかわしてきた。また腕をちょっと攻められすぎですね。いや、しかしこの攻めも的確。まずいな、まずいな。あ、タイパーズ持ち上げられるんじゃないでしょうか。結構パーありますからね。おい、ついてる、ついてる。さあ、腕取り返して。スピーロック。これは地獄さ。日本一痛い技ですね。日本一痛い技。スピーロック。日本一痛い技だそうです。さあ、腕は上がっているね。まだ髪に切られた。痛い痛い痛い。子供の頃に強いクリスマス選手何。さあロープブレイク、ロープブレイクです。お父さんにですね、絶対ですかね。そうですね、あのお父さんが大丈夫です、語らなくても。おっと、あらま、ちょっとですね、やめときましょう今日は。おっと、あ、来ますよ。マジか、誰か来ますよ。この技でですね、何人も沈む。あーよろしくお願いします。そうですね、あっと、ここは逆さはいきません。あー、そしてマーティン・ゲルカ入ってしまってます。ゴール、いや、うまい。さあ、これちょっとですね、結構危ないんじゃないですか。お、ここは、あー、ここだ。坂井今入ったね。結構これちょっと坂井選手やばいんじゃないでしょうか。もしかすると、されてますね、もしかするとちょっと流出ありますよ、これは。ありますね。団体としてはこれはどうなのか。でもちょっとですね、怪しいのはやはり、あの坂本についてる NOH の軍団も危ないですね。どうなるかわからないです。ちょっとレメリーの持ちもずっと怪しいので、危ないです。決めな、決めな。ビビを嗅ぐように引っ張る。これは来るか来るか。おお、あー、もう一発からのロックか。あー、また腕ですね。あれでしょうか。ずっと応援してやるよ、応援してやるよ。ディッカディッカディッカ。サカイ、やらしいですね。あー、指掴んでますよ。おっと、ロープ近いから、ロープ逃げれるか。取って取って、ロープ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 。ちょっとですね、何かちょっと気が臭いですね。マジックにマントな王者という感じがしてきますね。そうですね、あっさりしろ。このバンドキックもきつい。意外とああいうのが響くんですよね。そうですね。あっと、ここはちょっと食らいたくないですね。引っ張られないようにロープの外に出てきますね。うまいですね、ディック選手。肘がずれます。頭エルボー。やはりエルボーの見つかりなので。おお、当たりだ。あとはディックもここで、ちょっとやっぱり食らいすぎですね、ディック選手。ディック、あー、決まった。再び顔面に。やるかよ。おー、くたばれ。サカイアッパー気味に決めてきましたね。なかなかいいのが入ります。アツノマでしょうか。おー、こんにちは。ダブルダウン、ダブルダウンです。起きろ、スイープ。高い、ディック選手もいけるかと思いましたが、そうダメージが大きい。そうですね、ちょっと前半戦やられすぎましたね、ディック選手。あと坂井選手はちょっとやはりあの後半へのスタミナがすごいので、ディック、おお、逃げた。勢いいきましたね。オッケー、もう一丁行くぞ。もうこの段階でここまで取ると、怖い怖いですよ。どんどん自分を鼓舞していくわけです。マルチ逆に銀座負けてない。ブラックアウト、ケント、
ャイニングビーズ。そうですね、第1で行きました。自らを鼓舞するように。そうですね、2人ともちょっとここは気合で行ってますね。試合時間15分経過、15分経過。あ、15分動きっぱなし。決まった、ショート落とし。ショート落としですね。酒井返せ。これはやばいんじゃないでしょうか。はい、おーっとギリギリで返していく。いけ、ああれ、ああ、いけ、つなぎよ。あ、やはりそうですね。プッシュアップ、プッシュアップ。おっと、これはクロスフェイスですか。ジャストフェイスロックでしょうか。何でしょうか。酒井ガッツリ決まってませんか。ここ決められないように酒井耐えてますね、腕を。足伸ばして、足伸ばして。ブサイク一本締めっていう技です。ブサイクじゃない、初めて聞きましたね。いやー、逆にでもこれ言われた酒井がちょっと切れてまたパワーアップする可能性があるんで。いや、しかし酒井選手結構グロッキーな顔してますね。そうなんですね、酒井選手でも後半で急にボボボボッと燃えるタイプなんですよ。なるほど、シャミ戦の可能性もあるんですかね。シャミ戦、お、シャミ戦、パワーアップ出るティー。なるほど、いけ。おっと、ビッグデータ何を思ったか、何か、あ、リングの外に、何でしょうか。あったあった、あった、ちょっと待ってくださいよ。それはオープンの、オープンの手を、おい、使えるんだったら使ってやろうじゃないかって感じでしょうか。きな臭くなってきたっていう余裕当たりましたね。そうですね、もうこれはノーデューティー料ありませんか。神聖な NKW 王座戦ですよ。ちょうど落とし、フィニッシュ。おっと、腕がちょっと持たないんでしょうか。誰も手伝わないところがまたですね。しかし、ベンヨン・チョコ選手は、レフェリーを完全に抑えております。攻撃攻撃してますが、レフェリーは見ない。そうですね。これは結構まずい状況。酒井もこれ決まっちゃうとやばいんじゃないでしょうか。酒井選手も立てないですね、はい、結構のダメージ、やっぱり相談落としのダメージがでかい。いや、結構でかいですよね、あれは。ここの相談落とし、風小僧、風、風小僧、はい、レブリーのことを呼んでた。あー、なるほど。さて、またもね、おいNKW は、あの、なんでこんなにツケがいっぱい出てくるんですかね。おい、もう、やめろ、やめろ。耳を掴むのはあれです。軍隊式の、あの、軍隊のあの、こうやってやるやつあります。熱い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 。決めろ。おい、ほら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 。なんで、ほらほらほら。まずいですよ、これまずいですね。おい、出てる。そして、意外とあの、一部隊の、ゼンピゲン選手でしょうか。ゼンピゲン選手、抑えてる。キングペンスの銀選手巻き込まれないようにしてほしいところでしょうか。あーっと、ここはなんとかキックで迎撃。これはまずい状況になってきました。おいおい、違う、あっち、救えられてんだよ。何何何何、これでいきましたね。やばいんじゃないでしょうか。これはまた、おー、いやいやいや、痛い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 。おい、選手の上、ごめんなさい、失敗しちゃって。次は、おー、ちゃんとやりますよ。ちゃんとやると、何をちゃんとやるんでしょうか。脱がすなよ。なんで、おかしいです。いや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 、やばいやばいやばい、危ないですよ。あー、そうですね、違うんだよ。何何、違うなって、なんで違うよ。ここから行くんでしょうか、ここから行くんでしょうか。ちょっと待ってください。あっあちょっ、大丈夫でしょうか。あた、結構危ないよ。スタートしましたよ。ノビズグじゃないですか。下げとけ。レフェリー。ありますか。レフェリー。下げとけ。レフェリー。皆さん、あの、エキプロとかだと、下げろ。スクエって割れますけど、あの、皆さん分かってるように、スクエって割れませんから。エキプロ。会社の会議付けで一回やってみてください。割れません。割れません。一切 NKW は保証しません。ノーツイート。おい、そいつなんかおかしいぞ。おいそいつなんかおかしいぞ。またなんかちょっと。ああ、左腕ですね。左肩ですよ。あ、左肩ぶりどうしよう。しかもですね、椅子を出せって言ってますよ。ラダーでもいい、ラダーでもいい。ラダーでもいい。ここにあるじゃん。キャタツですか。飛んできた。勝手に入れてきました。はい、どんなのが来た。入れるな、入れるな、入れるな、入れるな。どんなのが来た、椅子。ダダーも来た。
あとですね、さっきのベルトショット、クルーザーウェイトのベルトなんですけど、NKW のクルーザーウェイトのベルト、30キロくらいあるんですよ、重さが。いやいや、まずいだろう、それは。笑えない状況になってきました。試合時間20分経過、20分経過。怪我します、怪我します。結構自分でのダメージも大きいですね。いや、坂井選手、そうですね、痛そうにしてますが、ディック選手、左手大丈夫でしょうか。いや、ちょっとあれですね、決めるぞ。そうか、白のボールも、ね、白のボールも回ってます、はい、ちょっと椅子危ないですよ。マンジですか。マンゴー実施のマンジですね。おばっさん、あ、腕がほか、これちょっと決まっちゃった。腕が解かれた。やった、決ま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 った。耐えれるか、耐えれるか。ただいまの試合20分56秒、20分56秒、マンジ固めギブアップによりファーシュ試合の勝者、坂井選手の勝利です。